クライシスエリア到着後1時間異常なしか。そっちから何か見えるか。見えるぜ。甲板上じゃ素敵なパーティーが竹縄ですな。来るかい。黒い重油が飲み放題。せめてガソリンならね。ま、冗談はともかく、こっちの視界にも異常はなし。まったく静かなもんさ。収穫はなしか。ま、今日はこの海域を自分の目で見れただけでよしとするか。長いは無用。帰り自宅と行きますか。エディ、どうした？なんだ、あれは。エディ、どうした？エディ、返事。メデ、メデ、全ミッション中止。作戦指示よろしく。モード E に決まってんだろ。了解。つまりは脱出。船を正面に捉えた。はしごを下ろすぞ。しっかり捕まえてくれよ。ああ、そのまままっすぐカウントいくぜ。4 3 2 1 0。跡形もねえ。あのサイズの船が一瞬で。おいおい、二人揃って夢でも見てるってわけか。ジーザス、どうした、エディ。4時方向から未確認飛行物体アオン速接近中。こんな低空で戦闘機か。わからねえ、ロックオンが来る。足を切り離せ、回避運動。すまない、後で拾いに行くら。エディ、エディ、大丈夫か。さあ、レーダーロックはされたが撃たれちゃいねえよ。名前しやがって。オービジビリティのハリア、封じじゃねえ。どこの手のものだ。やはりあいつらか。エディ、分かってる、すぐ迎えに行く。こんなやべえとこ1秒でも早く離れようぜ。やれやれ、魔の熊の名だ。噂通りじゃないか。Thank you.
やってんのよ。さっさと起きろ、総一。てえな、てめえ何の恨みがあって人の爆眠を邪魔するんだ。何？逆切れ？掃除の邪魔だから邪魔してんに決まってんじゃん。あんたバカ？ん？ホームルーム？まとまってやるホームルームがどこにあんのよ。掃除よ掃除、掃除の時間。おお、なるほど、納得。じゃ、頑張れ、さつき。あんたもやんのよ。俺は当番じゃない。邪魔した罰だね。確かに邪魔はしたかもしれんが、なぜ貴様に罰を受けなきゃならんのだ。だってあたしさつきで、あんたそいつだもん。なんなんだよそれ。んなことどうでもいいのよ。さあ、モップ持って、雑巾持って、バケツ持って、キリキリ働け。じゃあ、よし、わーっと。そこまで言うなら、力ずくでも掃除という重大なミッションにその身捧げていただきましょう。はあ、何がどうなってそうなるんだよ。俺は掃除なんかやらん。うるさい、問答無用。はあ、力抜けよ。剣士のマナーを知らんやつだな。私剣士じゃないもん。そんなこったから嫁のもらい手がないんだ。別に婿なんか欲しくないわよ。何？欲しくないだと？よし、わかった。そこまで貴様が嫌がるなら、むしろ俺が婿になってやろう。はぁ？お、ここで意外な愛の告白だ。さあどうする、湯浅さん。あんた一体何言ってなんて口八丁で、いつもいつも私が混乱すると思うな。即実力クォーシュ。ローテーションミスか。3日前の作戦なら通用したところを。あたしは鶏か。人をコケにするんじゃない。今コケって言った。やってやろうじゃねえか。ほう、いい根性してんじゃん。お前じゃねえからな。だと？もう許さん。そいち覚悟。負けるか。
メイストーム。さつき、これはやめろと、あれほど言ってるだろう。死人が出る、死人が。大丈夫よ、あんたにしか使わないし、あんた死んでないじゃん。しろよ。幸福？かー！こーい！二人とも、いい加減にしなさい。お？ゆかり、止めるな。こいつは地球上から根絶しなきゃダメなの。俺はこれら菌か。ソイチ君はもうちょっと偉いよ。きっと天然痘ぐらい。あれは細菌じゃなくてウイルス。どっちにしろ病原体か。違う違う、ごめん、ごめんなさい。根絶！やかましい！やるか？やったら！あ、今なんかすごい横島の叫び。誰が横島だ？そんなやつ俺の知り合いにはおらん。横島だってば。話をそらすな、エロエロ大魔王。そういう風に聞こえる貴様の耳が横島なんだ、このエロ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 娘。うえ、エロが4つ。殺す、ぶっ殺す。バッチコイ。いい加減にしなさい。ぬっ、掃除の途中です。さつきちゃんサボっちゃダメ。サボってるわけじゃないよ。このバカが邪魔だからさ。ほら、ごめん、掃除する。わかればよろしい。無様、己は内閣掃除大臣として国会で火だるまになるがよいわ。ではアディオース。はい。何故？お掃除。了解しました。俺こそ内閣掃除大臣として女性スキャンダルでクビになるがいいわ。クビには一度したけどな。え、さつきちゃん、総一くん。はい。へい。奪われるぐらいなら私がなった方がいいわよね。大僧侶？だいたいさ、おかしいと思うわけね。お前の頭がか？そう。最近物覚えも悪いし、物忘れも激しいしさ、
この間なんかあれだよ、フレッシュってカタカナ書こうと思って書いた文字がスレシュシス、これがいわゆる年ってやつかなって。さ、魚バカがタルタルが顔面に。さつきちゃん、食べ物を粗末にしちゃダメだよ。カッとなって、おのれが一人でボケて一人で突っ込んどるんだろうが。はい、あーん、食えるか。しょうがねえな。あん、食うな。どうすりゃいいんだ。もう嫌。まあまあまあ、だからそのハンバーガーを宗一くんが食べて、宗一くんのさつきちゃんが食べればいいの。はい、やだ、レートが悪いよ。ノーマルバーガーは60円じゃ、私のフィッシュバーガーは190円もするんだよ。それは仕方ないよ、食べ物を粗末にした罰だよ。仮にも料理人を目指そうというあなたがいかに頭に血が上っていようとも。もう、それはしょうがないわね。うん、この条件飲んでやるからありがたく思いなさいよね。牛さんもとっても美味しいですよ。牛さんも。あたし今日魚気分。なんだそりゃ。だってフレンチのメインディッシュで魚行くか肉行くか、これは大問題だよ。ワインの選択から何から全部変わっちゃうじゃん。ここはバーガー屋だ。間接照明きらめく高級フランス料理店じゃない。だってほら、フィッシュだからこそのクラムチャウダーだよ。このベストコンビネーションの一角が崩れ去った今、私は一体どうすればいいの？ねえ。うっさいなあ、もう。バーガーの1個や2個で地獄に落ちたような顔しやがって。わーったわーった。んじゃ詫びに何すりゃいいんだよ。高級フレンチへ連れてけ。お前なあ。嘘よ嘘嘘。あんたにんなこと期待してないってば。連れてくだけならいくらでも連れてってやるぞ。金はお前持ちな。言うじゃん。知ってる？そうち、ああいうとこって服もちゃんとしていかなきゃなんないし、予約もちゃんとしなきゃなんないし、マナーとかもあるんだよ。 T シャツジーンズじゃダメ。はあ、んなこったろうと思った。冗談だ、んなこと知ってるよ。まあ任せとけ、いつか連れてってやる。適当言ってんじゃないわよ。はあ、神様仏様、愚かな総一に天罰を。ああ、それからどうした？それは愛の手。さつきちゃん、総一くん。あんだ。
何よ。仲がいいね。どこが。ハモってる。笑ってんのよ。なんでもないよ。平和だなと思ってんだ。あんたの頭ん中はね。世間だって平和だろう。最近はでかい戦争もないし、景気だって一時ほど悪かないし。はぁ、これだから総一くんはダメね。ダメダメな総一くんに世間の平和を揺るがす要因を教えていただけませんか、さつき様。よろしい。その前にフィッシュバーガーを買ってきたまえ。おまえな、なんで俺がそんなことしなきゃなんないんだよ。バーガー一丁で世界の謎が一つ分かっちゃうんだよ。なんてリーズナブルな。俺が知ってる情報かもしれないだろう。情報なんて買ってみてからじゃないと価値分かんないじゃん。しかり、漫画しかり、ゲームしかり。珍しく正論だな。はい、フィッシュバーガーの L。 んなもんなね。さつきちゃん、そんな無茶言っちゃダメ。いくら総一くんのことが大好きでも。は？好きでもなければそんな無茶言えないもんね。確かに。確かにとか言うな。確かにとか。甘えてるんだよね。甘えとか言うな。甘えとか。そうだったのか、さつき。すまん、俺はそんなお前の気持ちを今の今まで気がつ。実は沈んだかどうかも分かってないな。そう、そうなの。船体は派遣できなかったんだってらしいな。消失推定ポイントから周囲20キロ四方の海底に少なくともらしきものはないらしい。沈没じゃないのなら失踪。330メートルクラス30万トンタンカーが20名の乗組員ごと綺麗さっぱりどっかにな。なバカなことあるわけないじゃん。きっと何にも引っかからないぐらいコッパみじんになったんだよ。なあってウェブに書いてあった。そうなあだ。ありえなくはないが、その場合積み荷の何万キロリットルもの原油はどこへ。え、
のニュースでも言ってたよね。破損して沈没したのなら原油の流出があるはずだ。ないのはおかしい。どこかでまだ完全な姿で漂流しているはず。いや、ミリ単位精度の GPS が携帯に入ってるこの時代に、船舶に搭載された何段もの GPS が全て故障するなんてはずはない。あのタンカーは完全に消えた。それは事実だ。事実を事実として認めるところから真実の追求が始まるんだ。信じられないなんて首をかしげていても何も始まらん。おお、たまにはかっこいいこと言うじゃん、総一。当たり前だ。俺はいつだってかっこいいの。はいはい。で、消えたってどうすれば消えるのよ。さあ、そこが問題だ。どうやって消えたと思う？神隠し。破空間転送装置。共に却下。なんでよ。何かが消えたんだから神隠しに決まってんじゃん。そんなでかいことできるの神様しかいないね。そうだったとしても何の解決策も見つからんだろう。ほら、やっぱり悪空間転送装置だよ。それはまだ実用化されとらん。え、だってテレビで転送って、お好み焼きのコテが逆さまになって飛んでく SF だろ。あれは作り物だ、作り物。あ、そう、あれが作り物だってことぐらい私だって分かってます。そういうのを作れるほどのこうすごい科学力の、うん、悪の秘密結社が。秘密結社ね。悪の秘密結社、ジョッカー見参。もう少しだけでいいからひねってくれ。じゃあ、悪の秘密結社、ワルー。ワルー、ワルー。秘密結社、シークレッツ。なあ、もう、何よ、二人とも黙っちゃって。じゃあさ、そいつはどう思ってんのよ。タンカー事故の真相か。そ、真実はこれから明らかになることだろう。要するにノーアイディア。現時点ではな。何が現時点ではな。今日変なそうにカッコつけて何も解決してないじゃん。お前な、政府も自衛隊も海運会社も石油会社も血眼になって原因究明に走り回ってる大事件だぜ。俺たちみたいな学生がバーガー食いながら頭ひねっただけで解決できるような簡単な問題じゃねえよ。だからエージェントさんたちもたくさん動いてるみたいだね。あ、そうそう、大事件の匂いがするってトップクラスのエージェントが日本に大集結してるらしいじゃん。らしいな。ま、そのうちトップエージェントの誰かが真相を解き明かしてくれるさ。頼りにして待ってりゃいいんじゃないか。他人ばっか頼りにしてちゃダメじゃん、総一。今からタンカーにでも乗れってのか。無茶言うなって。だってきっと総一君なら普通のエージェントさんなんかより全然早く解決しちゃうよ、きっと。だよね。こいつさ、バカでスケベで寝てばかりだけどさ、いざという時にはきっと何かをしでかすやつだよ。しでかしちゃダメだろ。石油来なくなったら私たち生活できないじゃん。タンカーは守んなきゃ。そうだよ、正義の味方になるチャンスだよ。
悪の秘密結社を倒せって？冗談じゃないよ。俺みたいな一般庶民はバーガー食って寝てる。はあ、頼りになんないの？はあ、せっかくの総一くんなのに。ねえ、知ってる？ゆかり、実力世界一って噂されるエージェントってさ、私たちぐらいの年らしいよ。うん、知ってる知ってる。若いのに偉いよね。アメリカの大統領ともお友達らしいよ。どんな難問もズバッと解決しちゃうんだって。おお、偉い偉い。どっかの誰かさんとは大違い。総一くん負けてられないね。だからそれならさ。もうちょっと待ってよ総一。私もタンカー事故の調査そいつにやってもらえばいいだろう。噂のトップエージェントナスティーボーイにさ。そうだね。そうだよね。さつ調査依頼に行かなきゃ。そうだね、今度一緒に行こうか、ゆかり。寝すぎだぞ、総一。やめるよ、スキル。何かご用ですか？遊びかい？遠慮しないよ。
ナイスファイ。そちらこそ。突然のご無礼、お許しいただける？突然も何も、これが君なりの挨拶だろう。荒っぽい挨拶には慣れてるよ。はじめまして。私はリサ。リサ・ヴィクセン。お、俺は。那須総一さん。あれ？俺の名前、どうして知ってるの？俺ってそんなに有名人？あなたがミスター那須でなければ、襲った私はただの犯罪者よ。弱々しく襲われておけばよかったかな。そしたらリサ姉さんにあんなことやこんなことを無理やり。さあ、噂通りね。何がだよ、相手が俺なら襲っていいって法はねえだろ。もちろん、ご無礼は幾重にも謝るわ。難しい日本語知ってるね。お詫びにデートはどう？どっちかというと襲われてる方がいい。素敵なデートよ。襲われてる方が素敵なデートよ。襲って素敵なデートよ。わったわった、たくもよかった。どうせ油臭いデートだろう。ご明察。やれやれ、最近その話しか来ないんだよ。モテモテね。商売畑に勝てるかしら。意地でもさらってく気だろ。負けてたら地下室で縛られてたんじゃねえのか。よしてくれ。どっちにしろ首は突っ込もうと思ってたんだ。同じ突っ込むなら美人のお姉さんがいいね。そう思うわ。突っ込むなら美人のお姉さんがいいわね。ひょっとして自分のこと美人だとか思ってる？いいえ、ただ。ただ？そんなに悪くはないと思うけど。言うな。冗談よ。嫌いじゃないぜ。ええ、大好きね。あなたのそれは有名だもの。少し勉強してきたわ。日本のジョーク。違う違う。ん？嫌いじゃないのは冗談じゃなくてリサさ。うん、本当に大好きね、冗談が。本気さ。まだ言葉だけで信じられるほど深く知らないわ。じゃあもう少し語り合おうか。ええ、愛について。タンカー事故について。ラディッシュで。でももう少し愛想が良くても。仕事が終わったらね。それ、よく聞くセリフで、終わったらはいさよなら。私は話さないと思うわ。お、終わったら次の仕事。ガッテス。どの女神を信じてるの？さっきまで勝利の女神だったんだけど。今はリサ。ガレス。こんな感じ。ラディッシュへ行くか。喜んで。そうそう、ミスターナス。総一でいいぜ。俺もリサッペって呼ぶから。総一、一つだけ質問が。なんだい、リサッペ。最後買わせたのは見切った？読んだ？それとも運？
その三つに差はない。交わした。それだけが事実。そうね。改良するわ。その必要はないさ。俺以外になら 120% 必殺技だ。あなたに当てたいの。俺はもうノックアウトされてるよ。行きましょうか。